はい、まあ、また魔法と関連の話かよっていう感じなんですけど、ちょっとですね、最近、まあ、ここ1日2日ぐらいとかで、まあ、ちょっとしたバトルが、まあ、頻発しておりまして、で、まあ、それが何についてかっていうと、まあ、柴田さんが、まあ、これ、まあ、これこれさんの、まあ、誠のあれを暴露したことについて、まあ、その、まあ、誠は悪いんだけど、でも、まあ、これこれも害虫だよねみたいなことを言って、で、まあ、朝倉未来さんとかも、まあ、まあ、それに近いような意見を言っていて、あのタイミングでやるのはねえんじゃねえかみたいな、まあ、ことを言ったりとかしてて、で、まあ、なんかそれに対してミズニャンさんとか U20 さんとかが、いや、それはおかしいでしょみたいなことを言って、結構割と、ね、意見が分かれてるところがあって、で、まあ、いろんな人がいろんなことを、まあ、言ってるんだけど、まあ、僕はなんかその件について、まあ、どう思うのかなみたいなことをちょっと、話そうかなというふうにそう思うんですけど、まあ、結論から言うと、まあ、その、まあ、柴田さんが言うところの、その暴露系 YouTuber はゴミだっていうことについてなんですけど、僕もそれについてはね、まあ、全くもって同意です。全く同意というか、まあ、それは何なんだろう、うん、結局何なんだろうね、まあ、そういうふうにしか生きれない YouTuber ってやっぱいるわけであって、それはね、なんか誰も傷つけずに、まあ、まあ、みんなでわちゃわちゃしてる企画だけやって、それで人気が出る YouTuber もいれば、でもこうやって人の荒探しをして、まあ、人間の闇の部分みたいなのを、まあ、暴いていく方が、まあ、得意っていうか、まあ、そっちの方が伸びる YouTuber もいると思うんで、それはもう属性次第と思って、その人との相性の問題とかがあると思うんで、いや、 やっぱりその、まあ、僕もね、昔ポケモンカードとかやっても全然全然オワコンだった時とかもあって、やっぱりその、ね、いろいろなんだ、こうやって炎上ネタを探したりとか、あとはね、セールおじさんやったりしてる方が多分皆さん見てて楽しいと思うんで、まあ、そういう動画をね、まあ、増やしてはいるんだけれども、うん、まあ、ただその何なんだろう、まあ、水谷さんとかが言ってたのは、まあ、今回に関してはその、まあ、誠が100悪いよねっていう、うん、まあ、話があって、うん、まあ、だからそれをなんか1ミリでも擁護するのは違うんじゃないのかなみたいな、まあ、ことをまあ言っていて、まあ、それもね、すごく分かるというか、うん、まあ、それはね、本当にもう土星論中の土星論、うん、ではあることは確かなんだけども、うん、まあ、なんだろう、多分その、まあ、まあ、柴田さんとかが言いたかったのは、うん、なんだろうね、うん、結局だからその、まあ、あまりにも、まあ、なんだろう、そのタイミングとかが、まあ、その示し合わせたよすぎて、ちょっとだから、うん、まあ、あまりにもちょっとあれだったんじゃないっていうことを言いたかったのかなっていうのは、まあ、思って、うん、ただやっぱり結局、まあ、これこれさんとか柴田さん自分自身のことも、まあ、週刊文春みたいなもんだみたいなことを、まあ、過去の動画で言ってたんだけど、うん、まあ、だから僕とかもまあ似てるもんですよね。最近だからタレコミの、まあ、依頼とかもかなりの数来るんで、まあ、まかない社長関連から始まって、まあ、他にもね、いろいろやばい YouTuber のやばい裏側とか、あとはまあその会社とかでも結構割と大きめの会社とかで、まあ、こんな悪事が、まあ、行われてます、広瀬さん、まあ、闇を暴いてくださいみたいな、まあ、依頼は来て、で、僕もね、一応全部にあらかた目を通すようにはしている、まあ、しているんだけども、まあ、やっぱりどうしても取り扱えるものとそうじゃないものがやっぱあるわけですよね。もちろんね、話は当然聞くんだけど、まあ、やっぱりその証拠としてこれは完全に裏が取れてるっていうところまで断言できるか、あるいはもう、まあ、ほぼ 99% これは真実と、まあ、信じるに足るぐらいの、まあ、情報が上がってきてる場合だったら、それはまあ、動画に取り上げるってこともできるんだけど、やっぱりそのこういう暴露するっていうのは、まあ、諸刃の剣なわけであって、まあ、中途半端な情報のまま言ってしまったら、まあ、逆にこっちが、まあ、まあ、訴えられて、まあ、損害賠償やられてしまうっていうことになるわけよね。そうだから結局そのリスクを僕が背負ってやるわけだから、で結構そのタレコミくれる人とかは、まあ、一般人で、まあ、家庭があって、その、まあ、妻や子供に迷惑かけられないんで、ヒロさん仮にやってくださいみたいな、まあ、それはそれで構わない、僕はね、どうせなんだ、まあ、天涯孤独でございますから、まあ、親とも子供とも縁が切れてるし、まあ、僕がどうなったところで、まあ、誰も悲しまないから別にいいんだけど、うん、まあ、ただね、一応こっちはそれだけのリスクを背負って、まあ、やってるんだってことは一応、まあ、知っておいてほしいかなっていうのと、やっぱりどうしても物理的に全部は取り扱えない部分がある。それはまあ、もちろん、まあ、体一つでやってるわけだから、僕自身が稼働できない時はやっぱ作業もできないし、あとは、まあ、メインの仕事じゃないから、これはメインの仕事じゃなくて、闇は暴け YouTuber っていうのは、まあ、僕の本当に、まあ、副業の副業みたいな感じで、やっぱりそのメインは映画の制作だったりとか、あと、まあ、ね、そろそろ舞台の稽古始めるけど、やっぱりその優先順位としてそっちが優先なんですよ。そうだから時間をどっちかに使うって言ったら、やっぱりそっちの方に割かなきゃいけないし、まあ、それで手が余った時間にっていう形になっちゃうから、だから必ずしもその
垂れ込みをくださる方の、まあ、真意に沿う形にはできないかもしれないっていうところは、それは常々申し訳なく思っています。でもね、情報をくださるのはすごくありがたいですし、何かの時に何か別のタイミングとかで、そういえばあの時こういうことがあったとかね、そういうことをまあ言える話になるんで、まあ、くれたらくれただけ非常にありがたいです。まあ、ただそのすぐにはできるかどうかわからないってことだけはご了承いただければなっていう感じなんですけども、うん、まあ、なんでね、ちょっと暴露系 YouTuber ヒロシとして言うことがあれば、うん、やっぱりこの YouTube とか、まあ、Twitter とかって今かなりその内情暴露みたいなのがしやすい仕組みになってるから、まあ、そうじゃなきゃ僕も幸福の科学の内情暴露とかを、まあ、YouTube で始めたわけだけど、まあ、そうじゃなきゃね、まあ、今映画作ってるけど映画とかも作れなかったわけさ。やっぱりその、まあ、僕と、まあ、ヒロシと幸福の科学っていうのは本当に完全に縁を切れたかどうかっていうのは、まあ、かなり疑わしい部分があったわけよね。そうだからその、まあ、スパイなんじゃないかみたいな説とかも当初は言われたりとかしてて、いまだになんかそういう説を流してる、本当はやっぱり繋がってんじゃないのかとか、いまだに言われることもあるんだけども、まあ、こうやってね、まあ、こんだけいっぱい動画、内情暴露の動画を上げて、で、まあ、訴訟まで起こされてって言ったら、それはもう、スパイってことはないでしょうっていうことで、かなりそこで僕の社会的信用が、それで上がった部分はあった。うん、やっぱり航空の価格と縁があるって思われてしまうと、やっぱ仕事がもらえないし、社会的評価も下がるから、そういうところとしっかりその縁を切ることができたってことは、ことに関してはこの YouTube と Twitter っていうツールが僕はあってよかったと思ってるし、あとはその僕が結構ね、闇夜暴露系の動画をやってる理由としては、やっぱりその航空の価格に苦しめられてる人とかがいて、やっぱりそういう人たちがやっぱりヒロさんの動画見て、まあ、目が覚めましたとか、まあ、長年ずっと苦しんでましたけど、やっと決心がつきましたとか、まあ、そう言ってくださる方とかが結構多くいて、そういう声を聞くと、まあ、やっててよかったって思うわけよね。うん、だからそれは航空の価格関連だけじゃなくて、まあ、テックキャンプだってそう、まあ、ディブ社に被害を受けた方だってそうだし、まあ、生き早の詐欺に遭った人だってそうだし、うん、まあ、ハーチューに、まあ、不当な開示請求を食らってる人でもそうだし、ガムテープ弁護士福永克也に脅されて示談金とか騙し取られてる人とかもそうだし、うん、やっぱりね、そういう人たちの、まあ、力にね、まあ、自分のできることの中でね、やれることがあるんだったらやりたいなと。まあ、でもあくまでやっぱ本業はありき、本業ありきになっちゃって、だからどうしても忖度せざるを得ないところとかもある。例えば今回最近の例で言えば、その、まあ、プペルね、プペルの件とかもやっぱりその僕は立場上やっぱあれは言っちゃいけないのよ。そのどうしてもね、映画制作をやってる人間として、まあ、同じ畑 の仕事だから、まあ、その、まあ、なんだろう、まあ、同業に、まあ、その歯を向くっていうのはやっぱ基本やっぱ NG なわけよね。うん、まあ、だから1本だけもうちょっと我慢できなくてだって出しちゃったけど、うん、基本はやっぱその芸能人とかは僕はやっぱやりづらいっていうか、まあ、やったとしても、まあ、その、まあ、いじるぐらいの、程度しかできない、いじったりとか礼儀をやるとかそういうなんかおちょくるぐらいしかできない、ガチでその何だろう、本気でなんか再起不能になるまでやるとかやっぱできないから、それはねちょっと、まあ、なんだろう、ご理解いただければなと。やっぱり僕もまあ、その闇は暴露系 YouTuber としてね、一番必要な素質のねぼっちっていうところがね僕にはないわけですよ。やっぱりいろいろしがらみがあるわけですね。仕事のつながりとか、この人は友達だからとか、まあ、そういうのがあるわけですよ。だからハーチューとかガムテちゃんとかもやっぱ共通の知り合いが結構いたから、だいぶ止めてた、だいぶねもう察知して、これはもう早く続きたいなって思ってたけど、やっぱ家出に行ったところがあった。なんで結構その言い始めるまで時間かかっちゃったけど、でもまあもうさすがにちょっとこれはもう許しておけないだろうっていうぐらいの、まあ、僕の中の受忍限度を超えたんで、まあ、パッシングする動画を上げ始めたけど、うん、まあ、結局だからね、まあ、僕もまあ完璧にはいかないというか、やっぱりどうしたって、ね、仕事の兼ね合いとかもあるし、まあ、あと生活も、ね、しなきゃいけないんで、うん、っていうこともあるんで、いろんな、まあ、総合的にいろんなことを判断してやんなきゃいけないというところがある。だから、まあ、柴田さんが、まあ、これは金儲けだろうみたいなことをしたけども、まあ、それはその通りだと思う。まあ、そうじゃなきゃ活動が継続できないから、まあ、それは当たり前のことであって、うん、まあ、でもなんだろう、うん、それはその通りなんだけども、でも、まあ、それだけじゃない部分が、まあ、あるんじゃないかなとも思った。うん、で、あとは、まあ、柴田さんがこれこれさんを批判した件について思うのは、まあ、ちょこちょこで言ってるからね、ちょこちょこ、まあ、まあ、これは害虫だみたいな、まあ、前から何度も言ってるから、今に始まった話じゃないんだけど、まあ、僕が予測するに、まあ、柴田さんがなんでこのタイミングで、まあ、これこれさんを批判する動画を上げたかっていうと、まあ、理由はおそらく2つあると考えていて、もう1つ目は、ちょっとこれこれさんがあまりにも権力を持ちすぎちゃってるっていう、まあ、そういう危惧をしてるんじゃないのかなと。まあ、今多分 YouTube の業界で、一番発言力があって、一番敵に回したら終わっちゃう人って、本当にこれこれさんか柴田さんかも、この2人のどっちかだと、まあ、思うわけですよ。まあ、その求心力とか、あとはその、まあ、チャンネル登録者数とか、あとは社会に与える影響力とか、そういうのも考えて、うん、柴田さんとこれこれさんは今もう本当に敵に回したら絶対やばい2人っていうのは多分、まあ、皆さん周知の事実だと思うんだけど、で、やっぱりその、まあ、これこれさん
さん一強になっちゃうのをちょっと阻止したい思いがあったんじゃないかな。だからちょっとまあローキックを入れてみたみたいな、まあ、そういうところがあったのかな。まあこれでてめえのまあ天下取った気になるんじゃねえぞみたいな、うん、まあまあそういうなんか牽制の意味もあって、まああの動画でああいうことを言ったんじゃないのかっていうのが理由、憶測なんだけど、あの推測する理由その1です。理由その2は、柴田さん、まあ最近なんかもしかしたら遊んだんじゃねえのかなって思った。あのライジン終わった後にまあちょっとなんかキャバクラの話とかしたから、まあなんかどっか行ったんじゃないのかな、まあどっか行っちゃって多分なんか派手に遊んじゃったりとかしたんじゃないのかな、おそらく。で、まあその情報とかをこれこれさんにリークされたらまあ困るみたいな、単純にそういう理由なのかもしれないと思った。あくまでどっちも推測だけどね、うん、って思ったって感じですかね。ということで、まあいろいろ話がどちらかっちゃったんだけど、まあまとめると、まあなんだろう、まあ確かにその暴露系 YouTuber は、まあ、害虫ですよっていうのは、それは本当にその通りだと思う。ただ、やっぱり害虫にもね、一つの役割があると思っていて、やっぱりその害虫だって言って、なんか中国かなんかで、そのスズメかなんかが、めっちゃ発生した時に、毛沢東かなんかが、あれはその害鳥だって言って、そのスズメを撃ち殺しまくったら、スズメが食べてたその稲子が大発生しちゃって、それで、まあ、稲が枯れちゃったみたいな、そういう話があるけど、まあ、それと同じ、ことだと思うんだよね。だから、その、まあ、スズメみたいな、まあ、そういう、まあ、害鳥と思われるものでも、まあ、のその世の中に対しては自浄作用をもたらすものだと思ってるし、まあ、だからそれはね当然あんまりにも数が増えすぎちゃったらそれはうざいよねって話になるけど、まあまあ、適量といいますか、やっぱりそういう、なんだろう、まあ、自分もなんかその泥をかぶって、まあ、人の闇を暴くみたいな、そういう発信者っていうのが一定数いるってことは、この、まあ、世の中にとっては非常に価値があることなんじゃないのかなと思うし、僕もやれる範囲で、まあ、あくまで本業優先になっちゃうのは申し訳ないところであるんだけども、まあ、そういったね、世の中を悪事を暴く YouTuber の一人でこれからもいたいかなっていうふうに、まあ、思ったっていう、まあ、そういうわけです。はい、という感じでね、まあ、割ととっちらかっちゃった話だったんだけど、まあ、魔法党の件についていろいろいろんな YouTuber ラファエルさんが炎上したりとか、あとはまあミズニャンこれこれ U20VS 柴田桜美くるみたいな、なんかよくなんかかなりカオスな戦いになってきているので、一応僕のまあ現状の今日の時点での考えを言っておきました。なんかまあほとんどの件はねまだ余罪がいろいろ出てきそうなんで、また動きがあり次第動画を上げようと思います。はい、そんな感じで、はい、なんか残しちゃった。